千葉県警察は、千葉県公安委員会の管理の下千葉県が設置した警察行政機関。千葉県警と略称し、給与支払い者は千葉県知事である。関東管区警察局管内。県庁に近接する千葉市中央区長水町目9番1号に位置する。旧本部庁舎老朽化に伴い、2009年6月1日に、 隣接する旧千葉県庁南庁舎跡地に新築された庁舎に移転した。庁舎新築にあたっては PFI 方式が採用された。百頭板番通報を受理する通信指令室や交通管制センターは千葉港駅近くの本部分庁舎に入庁していたが新本部庁舎落成に伴い移転した。なお、千葉県警察出先機関県内の各警察署庁舎は 共愛及び老朽化が著しく、優先順の高いものから順次、整備建て替えが行われている。本部庁舎概要旧本部庁舎、旧館概要旧本部庁舎新館概要本部分、庁舎概要と庁舎概要坂月庁舎、概要南町庁舎概要奈良市の庁舎概要、大規模警察本部であり、本部長は、警視官。組織犯罪対策本部長は、 刑事部参事官が兼任する。千葉市警察部は、政令市と県警の連絡、調整を行う。千葉県警察学校管内には、成田国際空港、警察庁関連施設、観光地などが所在し、東京と隣接している首都圏警察であることから、警視庁との合同捜査も頻繁に行われる。過去には、成田空港を抱える特殊事情から、 新規採用されて警察学校を卒業した警察官は全員が機動隊にまず配属されていた時期があった。警察署数は39。警察車両のナンバーチ名表記は千葉、銚子周辺地区が千葉、成田周辺地区が成田、市川周辺地区が市川、船橋周辺地区が船橋、奈良市の周辺地区が奈良市の、立山、木更津、茂原。 袖ヶ浦周辺地区が、袖ヶ浦、市原周辺地区が、市原、松戸周辺地区が、松戸、野田周辺地区が、野田、柏周辺地区が、柏である。交番242箇所、駐在所245箇所、計487箇所特起がない限り、2009年4月1日現在、移動交番車移動交番車、ありがとうございます。